神の島といわれる久高島。久保御嶽はその久高島の中心部にあります。琉球開闢の神話に出てくる七御嶽の一つで、その昔神々が降りた聖地とされています。男子禁制の場所としても知られていて、一帯はとても神聖な雰囲気が漂っています。久保御嶽の敷地内にある円形の広場は、12年に一度行われる島の重要な祭祀、位財法などに使われていて、久高島の行事に欠かすことのできない崇高な聖地として、島の人々に大切に守られています。久保御嶽は昭和61年に知念村の史跡に指定されています。